はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画数学の確率丸3をお送りします。で、これで確率シリーズ3本目になります。で、今回は2問取り上げていく感じになりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、いつも通りこう画面を引いてから解説やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速画面引きます。で、ちょっと問題、一応ね、図とかは書いといたんですが、問題文チェックしながら見たい方は別画面とかで開いて見てみてください。じゃあちょっといくよ。よいしょ。うわあ、ちょっと待って、この辺でいいかな。よし、じゃあ外そう。っていうか書いたやつが消えてる気もするけど大丈夫かな。あ、ちょっと消えない。ちょっと待ってね。よし、じゃあこの E だけ復活させていきましょう。じゃあまず1番からです。で、今回は両方とも2つのサイコロ、ね、大小2つのサイコロとなっております。で、1問目がその2つのサイコロを同時に投げると。で、異なる目が出た場合、出た目の数の大きい方を得点とします。だから3と1が出たら3点みたいな、5と4だったら5点みたいな感じだね。で、2つとも同じ目が出た場合は、出た目の数の和を得点とする。だから3、3だったら6点になるんだよねっていうルールで、基本的に確率っていうのは文章が、問題文がね、長い場合はルールさえつかめれば OK です。そこで心を折らせようとしてるから、出してる人は諦めさせたいの。うわ、めんどくさそうっていう。でも確率っていうのは基本的にそんなめんどくさくないです。そのルールを理解するのがめんどくさいけど、だからそうやって理解を、ね、してしまえばどうってことない、ここも。で、これらのサイコロを1回投げた時に得点が4点となる確率を求めようっていうタイプの問題です。で、前回の確率は1から5の数字を使って樹形図いっぱい書きましたけど、2つのサイコロの時は樹形全部書きません、俺は。もちろん書いても構わないですけど、時間がもったいないので。で、なんで書く必要がないかっていうと、2つのサイコロで分母が36って決まってるからね、もう。で、これは、本編の中二数学の確率の時にも言いましたけど、これも暗記してください。1つのサイコロは6です。2つのサイコロは6たす6ではなくて、6かける6で36になります、分母が。で、3つのサイコロ中学校でほぼ出てこないですけど、3つだったら6かける6かける、6かける6かける6なんで216になります。これは暗記しといた場合、サイコロはね。で、分母が分かってるから、あとは当てはまるやつだけ探せばいい。樹形図はね。こうやって、例えば1って書くでしょ？で、枝を6個出して1、2、3、4、5、6。2の1、2、3、4、5、6。3の6って書くのはめんどくさいから。じゃあ、片方が1って固定した時に、その得点が4点になるやつあるかなって考える。で、例えばこれ結論から言うと1個だけです。これしかない。1、4の組み合わせしか。で、なぜなら、大きい方の数字が得点になる。だから4で4点ゲットになります。いいかな？で、次、2の時です。よし、下行こうか。で、2の時も、よっしゃ、4でゲットだぜ。って思うんですが、ここで注意です。これもう1本あります。2。なぜなら、同じ目が出たら足し算したのが入るから、2たす2で4点になると。で、次。3の時。これは3、4しかありません。で、次、4の時です。ここちょっとポイントだね。片方で4が出てるから、例えば、4、1でも4点ゲットできるね。大きい方だから。4、2でも4点ゲット。4、3でもゲットできる。でも、4、4になっちゃうと足しちゃうのだよ。同じだと。8点になっちゃう。だからダメ。で、4、5、4、6は5と6の方が大きくなっちゃうから、5点、6点になっちゃうから、これしかないと。で、5の時は片方で5が出てる限りもう5点はゲットしちゃうから絶対に。だから5の時ありません。で、同様に6の時もない。6点ゲットしちゃうから片方出してるとね。ってことで枝数えていくと1234567なので、分母は36です。36分の7、これ約分必要ないので、これが答えとなります。まあ、これがサイコロですね。まあ、俺の解き方ですけど、いつもやってる。だから、ルールを理解すれば、どうってことない。ね。で、次です。ここはね、めんどくさいですね、2番はね、ちょっと。
でまずルールもめんどくさいし、何がめんどくさいってねじれられてくんだよね。そう、ここの知識が必要になってしまう。でねじれに関してはちょっと後で説明するので、まずルール、ね、理解しましょう。右の図のようにこれですね、点 ABCDEFGH を頂点とする、まあこれ立方体があると。これちょっとフリーハンドなんでちょっと汚くてごめんな。でこの頂点上を移動する2点 PQ がある。で P と Q は移動するんだよね。で大小2つのサイコロを同時に1回投げる。これ上と同じです。2つのサイコロを投げる。だから分母は36です。で大きいサイコロの出た目の数だけ BCDABC の順に移動すると。あ、 P がね、 A を出発点として。だからまあ図にもね書いてあるけど、この P は BCDA と上をこうぐるぐる回るんだよね、順番として。で Q はE を、ここをね、出発点として、まあ、小さいサイコロの出た目の数だけ同じ風に回りゃいいのに、こっちに行くんだよね。HGFE、こういう反対回りになると。で、ぐるぐる回ってくれるわけだ。で、その時に、その PQ、ここって結んだね、PQ と赤でやりましたけど CG です。これがねじれの位置にある確率を求めよう。ただしサイコロを投げるとき、1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとすると。で、これ最初と言っておくと、この最後の同様に確からしいものとするって、これを確率の問題で出されます。最後に一言添えられるんですけど。で、これ、塾講師やってるときにすごく言われたのが、この一言何ですかって思う子が結構いるのね、実は。確率が特に苦手な子に限って。で、この一言があることによってすごい難しい問題に感じてしまうらしいんですが、これ無視してください、この一言で。何言ってるかっていうと、サイコロの投げた時に1から6が出る確率同じですよって言ってるだけ。このサイコロちょっと3出やすいんですとか、そういうことはないって言ってるだけだから。だから普通に考えてくださいねって言ってるだけなので、あんまり気にしちゃダメです、この一言。いいね。もちろん普段から気にしてない方は申し訳ないんですが、一応もしそういう方がいればと思って、ね、話させていただきました。で、戻るとねじれです。はい。で、ねじれの位置に関しては、すごいシンプルに覚えるんだったら、平行と接する、それ以外全部です。つまり、平行になってる関係と接してる関係を全部除けばいいです。ねじれを探したかったら。っていうことを頭に入れた上でいきます。で、これも分母が36分かってると、さっき言ったので、該当するやつだけ書く。いい？じゃあまずいくよ。これちょっと大変だからゆっくりいくぞ。まず1です。で、これは、俺は左側は大きい方のサイコロで固定してしまうので、P を考えます。つまり1、P が1なので、ここに来てる今。いいね。と思ってください。で、ここに来てる時に、例えば1、1が出たら、Q はここに来ます。BH です。ちょっといっぱい引いちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃうんで引かないんですけど、 BH CG と BH 斜めどう見ても平行じゃないです。こうなってない。で、しかも接してないです。だからこれはねじれになります。どんどんいくよ。上は固定してあるからね。次2が出るとこれがここに移動します。こうなる。で、この時点でもうここでくっついてるから接してるでしょ。だから絶対ねじれじゃない。で、3です。今度ここに行きます。よっしゃ、接してない、いけるかと思うんだけど、この直線は CG と平行だからね、両方まっすぐなんで。なので3もアウト。で、4で戻ってきます。ここ斜めです。接してない、しかもね、ちゃんと平行でもないから4も OK です。で、5はもう一回ここに来ます。さっき1が OK だったから、もちろん戻ってきた5も OK です。で、6も同じ。さっき2の時に接してるダメって言われてるから、1,2,3,4,5,6 また同じところに来てるからね。だから6はもちろんダメとなります。っていった感じで全部探すよ、このまま。いくぜ。2です。もしかしたらもっとやりやすいね、やつあるかもしれないんだけど。で、2、上が2なので今度ここになります。で、これすごい楽です。なぜなら全部ダメだから。もなぜかっていうと、もうここで接してるから下がどこに来ようが絶対ダメなんだよね。なので次3、ここに行きます。で、これも探すしかない。1の時ここです。縦ちょうどまっすぐだからダメ。2の時ここくっつくからダメ。3ここです。斜めだからいけるね。つまり3は OK。 4です。ここに行きます。戻ってきた。
これこうなってるからちょっと見た感じ平行に一瞬見えたりする子もいるかもしれないんですけど、まっすぐとこっち斜めなんで平行じゃない。しかも接してない。だから4も OK で、5はここまた平行に戻るからダメです。さっきの1と同じね。で、6はここに来て接するからダメ。つまりこの2個になります。で、4です。4は1、2、3、4ここに戻ってきます。で、この時だから1、ここに来ると斜めだから行けると。で、2はね、接するからもうダメです。で、3はここです。斜め行ける。で、4はまた戻ってくるんだけど、こうなっちゃうと平行になっちゃうからダメだと。で、5、まあ、さっきの1と同じなんでまた OK になります。で、6は接するからダメだと。よし、あと2個って思うんですけど、ここはちょっと楽ができる。で、何が楽かっていうと、5の時、これ1の時と同じになります。こうやって書いちゃって大丈夫。なぜかっていうと、上行くよ、1、2、3、4、5です。ここ1と同じだよ。だから絶対同じになる。ここやる必要ないです。ちゃんとその写して平気。ってことは6はここです。2と同じだから同じく全部ダメになる。なのでチェック終了。数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。分母は36で固定なので36分の11。約分ね、これできないのでこれで終了となります。いいかな。ちょっとね、こう2つ移動すると、しかも逆回りに、その上ねじれが入るっていう若干ややこしい問題になるんですが、基本的には2つのサイコロを投げてるだけなんです。ねじれの知識入っちゃうけどね、ここは入ってしまうけど、2つのサイコロを投げてるだけの問題になります。で、前回かなの時にも言ったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、こういう問題でも4点5点、これ公立高校で実際出された問題だからね、実際出された問題なんですけど、4点5点これで取れます。なので、ぜひこういうのをね、確認してもらって少しでもね、役に立ったらと思います。では、今回は受験対策動画数学の確率丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、確率はちょっとね、今回ここで一区切りなんですけど、まだいろんなタイプの問題ね、あると思いますので、またいずれ足すと思います。で、他のね、受験対策動画も撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。